いたぞ、あいつだ。正体不明の敵もこれで終わりだってことだね。手を抜くんじゃねえぞ。今までの奴らとは雰囲気が違う。みんな、行くぞ。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。俺が本気だ。みずき、オラオラ攻めるっち。なかなかやるっち。早く手当てするっち。
ユウ先生なかなかやるっち。三十ビートっち、もっと上を狙ってけっち。一体何だったのかしら。シャレ子さんに報告に行こうか。本当に倒すとはご苦労。何だったんだよあいつは。名もなき妄想だ。だからそれは何なんだよ。誰の中にでもあるだろう。モヤモヤしたそんな感情、正体のわからない不安、それがあいつだったんだよ。それがどうして。きっと寂しかったんだろうな。寂しい。名前がつくことのない感情、それは誰にも受け入れてもらうことはできなかった。だがあいつは確かに存在していた。誰の心の中にでもな。だからミケちゃんの体を乗っ取って自分を見つけてもらうために。それじゃあ俺たちが倒しちゃったら。安心しろ、あいつは最強だ。決して消えることはない。ほらそこを見てみろ。え、どうしてここに。決まってるだろう。闘技場に参加してもらうためだ。これからも思う存分戦ってくれていいぞ。ただし参加費は払え。あ、俺たちの頑張りって。お店があるっち、アイテム補充するっち。
ブポイントだ。忘れずにしとけっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。